はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、本日はですね、サムネのキックスの、ご紹介を、したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、そのキックスの箱がですね、はい、こちらの箱になります。この白の結構がっちりとした箱になります。はい、上箱がニューバランスの金の、片押しの箱ですね。箱プリント片押しされております。この辺がキラキラ見えるポジションですかね。このはい、こんな感じですね。でサイドがジョーンドの、箱押しの金の箱押しのプリントですね。はい、このようなボックスになっております。で靴を出したいと思います。はい、ということで、今回ご紹介するキックスはこちらですね。ジョーンドとニューバランスの、コラボレーションによります、M2002RXZ ですね。で、あとはまあ、M2002RGTX、まあ、通称チャポールグレーと言われている、モデルになります。はい、こちらちょっと、まあ、付属からいきます。付属で、こちらの黒い、かなり高密度の、ひら紐が、ついております。すごい、いつものニューバランスさんの紐じゃない、感じぐらい高密度の、多分 100% コットンの紐だと思います。はい、と、まあ、こちらの、ジョーンドの、下げ札と、こちらですね。はい。ゴアテックスの下げ札が一応ついてるという感じになりまして、まあ、ちょっとべしゃっていくと、最初こちら、まあ、リーク等で、まあ、出た時、まあ、この画像なんですけども、これジョーンドなのっていうぐらいちょっとあまりピンとこなかったというか、まあ、刺さらなかったモデルなんですよ。まあ、特に、ジョーンドだとオリーブとかカーキ系の、ものが、結構人気になるとは思うんですけども、まあ、いつも出る、際は本当に微妙なというか絶妙なそのカラーブロッキング、になっているモデルが多いとは思うんで、パイングリーンとこのチャコールグレーを見た時になんかちょっと違うなと、どうなんだろうっていう、ただゴアテックスなだけっていうふうに、思っておったんですけども、まあバン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 いろいろと SNS が、流れてきて見てるうちに、まあオリーブよりもこっちのチャコールグレーの方に目がいって、どんどん、じわじわとじわってきまして、まあ海外から日本に、応募をかけまくったと、いうことになっております。キス東京さんで当選いたしました。はい、まあ当選して、まあ一応クレジットカードと払い込み終わっても払い込みましたというメールが直接来ないということと、連絡がまず取りづれっていうことと、ちょっとハラハラしたんですけども、こんな時間かかったっけなっていうぐらい、まあ時間かかっては到着したんでよかったんですけども、それもまあキス東京さんからの、発送メールじゃなくて佐川急便さんからの発送メールということで、あ、でもまあ良かったなということで無事到着いたしました。はい、ちょっとふるっと言いましょうか。はい、こういう感じにねなっております。最初私がですね SNS 等で嫌だった部分っていうのは、このヒールカウンター部のお尻の感じがすっごい重く感じたんですよね。その別にゴアテックスだからというか、ゴアテックスは見えないんで、そう、すごい重く感じて、ちょっとちゃうかなっていう、はい、感じで思ってたところ、見てるうちにこのグレーの方が刺さってしまったという、はい、感じになっている感じなんですけども、はい、いきますよ。はい、オーバーレイが、いつものように、ピックスキンのスエードになっております。最近のちょっとニューバランスはまたあれですね、豚特有の、毛穴が、若干見えるような感じになってきたんでしょうか。はい、まあ、ぐるっと結構もうスエードで覆われております。はい、でアンダーレイですね。アンダーレイがこの黒の、まあ結構細かい、まあ細かくはないですけど、まあ、メッシュ素材になります。はい、まあ、あとはゴアテックスの、まあ、特徴としては防水耐久性と、防風性と、あとはもう透湿性、まあその辺を兼ね備えているっていうのが、まあ、簡単に言うとゴアテックスの特徴でもあるんですけども、まあ、キックスのこの靴の場合だと要は、防水、水を、弾きながら、一応蒸れた、その足の、このインの足の中ですね、それを、表に出してくれるという、まあ、呼吸してくれるという、一応特徴を持っているので、まあ、雨の日でも OK よという感じなんですけども、でも雨の日履くのもちょっと怖いですよね、いくらゴアテックスでも。はい、まあ、ゴアテックスのやつ、一つ、持ってますけども、
うん、まあでもまあちょっと雲行き怪しい時は、うん、やっぱり引っ張り出して履くことが、多い、感じはいたしますけども、はい、どうでしょうか。もう一回いきますね。でインソールがこのように、これ見えますかね、ジョーンドと、はい、プリントされております。で、このデフォで付いてる、このシューレースというか、これもうゴムなんですよね。ほんとトレイルシューズとかトレッキングじゃないですね、トレイル系ですね、トレイル系によく、付くような、ほんと伸びる、このジャガー通りされた、ゴム紐がくっついてるのと、このストッパーも搭載されております。だからこれですね、結構足を入れて合わせていくと、このゴムが結構長く余るんですよ。なのでどうしようかなと、まあこの状態でも一応履けるんですけど、ちょっと履き方を考えようかなとは思ってはおります。はい、まあこんな感じで、ちょっとあと実験してみたいことがあるので、ちょっとやっていこうかなとは思うんですけども、ちょっと箱がですね、濡れるのは嫌なんで逃しますね。ですね、一応ゴアテックスということで、ちょっと濡らしてみようじゃねえかということで、まあ表側さすがにちょっとまだ怖いので、まあこのインサイドをこの霧吹きで、どうしようもない100均の霧吹きですけどね、全然シャレオツじゃない霧吹きというね、はい、こちらでちょっとかけていきたいと思いますね。いきますよ。はい、ちょっと今かけて、はい、こんな感じでかけておりますが、どうでしょうか。パッと見ですね、ニューバランスのこの L のマークが完全に、もう水滴になって弾いております。はい、あとメッシュの部分も、弾いております。見えますかね、見えないかな、ちょっと微妙なとこですけど、スエードの部分も一応ほんと細かく、水の、粒子になって弾いております。あとは中にあの1回入り込んでも、そのところにブロックの、ゴアテックスは生地じゃないからマテリアルと言った方がいいですかね、うん、にゴアテックスの中にあるとは思う、入り込んでると思うので、まあ、そこから、内側までは通さないですよということですね。ソールも結構弾いてますね。これソールにも、これどうなんでしょう、ちょっとこのソールにゴアテックスっていうのはちょっと分かんないですが、多分まあアッパーの部分だと思うんですけども、まあ結構弾いてはおります。なので、ご心配な方、あんまりでも土砂降りになる時は履かない方がいいかなとは思うんですけども、はい、その辺ちょっと、お天気さんと相談しながら、この辺は履いていったら、いいかなとは思ってはおります。はい、そんな感じでまた、軽く動画を回してみましたので、そちらをご覧になってみてください。どうぞ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。また立て続けの、ニューバランスということなんですけども、ジョーンドとのコラボは私ちょっとお初だったんで、まあお初がちょっと 2002R もまあいいかなっていう感じはしますけども、当選してよかった、キックスだと思っております。はい、なので、もしご興味ある方、いましたら、若干プレッテはいるので、上がるか落ち着くか下がっていくか、まあ今の状況だと分かんないですけども、
本当に刺さった方は行ってみてもいいのかなとは思ってはおります。はい、ということで本日はですね、ジョーンドと、ニューバランスのコラボレーションによります M2002R の、こちらが XZ、 まああともう一品番とか言い方が M2002R の GTX チャコールグレーのご紹介をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。